こんにちは、電気用チャンネルです。家電レビューのプロ、電気用編集部がポータブル電源の選び方とおすすめ商品をご紹介します。今回ご紹介するポータブル電源はレンタルでお試しもできるので、概要欄の URL からチェックしてみてください。ポータブル電源の選び方のポイントは8つ。まずは低角出力について見ていきましょう。低角出力とは、指定された条件下で安全に達成できる最大の出力のことです。低角出力を超える消費電力の家電製品には給電できないので、ポータブル電源選びの際に気をつけてください。消費電力はメーカーの製品ページや AC アダプタに記載されているので必ず確認しておきましょう。 AC ポートを使う際は、接続する電子機器、家電製品の対応電圧と周波数にも注意しなければなりません。ポータブル電源によっては電圧が 110V だったり、周波数が西日本用の 60Hz 専用のみだったりしますので、お住まいの地域で購入した製品に給電する場合は特に気をつけましょう。こちらの表記があるアダプタであれば、ポータブル電源の周波数や電圧は気にする必要はありません。 AC 出力の波形も重要なチェック項目です。手頃な値段で高出力のポータブル電源によく見られるのが、修正制限波と区形波の AC 出力です。ほとんどの家電製品や電子機器は純制限波を前提に設計されているので、修正制限波、区形波の AC 出力を使うと故障の原因となるため、使用は避けなければなりません。ポータブル電源は純制限波対応の製品を選ぶように注意してください。ポータブル電源の選び方、2つ目のポイントはバッテリー容量です。ポータブル電源のバッテリー容量は1時間の消費電力、ワットアワーを確認します。例えば消費電力が 60W の家電製品を5時間使いたい場合は 300Wh、 150W の家電製品を3時間使いたい場合は 450Wh のバッテリー容量が必要になります。使用する電化製品や同時接続数にもよりますが、日帰りやデイリーユースなら 200Wh から 500Wh、 キャンプや車中泊なら500から 700Wh 以上、防災目的なら 1000Wh 以上のバッテリー容量が目安と考えてください。大は小を兼ねると言いますが、バッテリー容量が多ければ多いほど高額かつサイズも大きく重くなりますので、予算と使用目的に合わせて選びましょう。ポータブル電源の選び方、3つ目のポイントは出力ポートの種類と同時充給可能数です。どの製品端末に充給電するのか、また同時に充給電する予定の製品端末数はどのくらいなのか、それらの使用目的に合わせてポータブル電源を絞りましょう。例えば USB は Type-C も必要なのか、急速充電規格の対応有無はどうか、 AC ポートは何口必要か、同時給電した際の最大電力はどのくらいかなど、確認ポイントは様々です。基本的に同時充給可能数が多いポータブル電源は大容量バッテリーを搭載した大型製品になるため、携帯性と予算を考えつつも大は小を兼ねるアイテムを選ぶと失敗は少ないでしょう。 USB PD や QC などの表記があれば急速充電規格に対応しています。またアンカーは急速充電規格と互換性を持つパワー IQ と呼ばれる独自規格を搭載していたりもします。急速充電規格に対応したモバイル端末やノート PC ゲーム機器をお持ちの方は、ポータブル電源の USB 出力も急速充電規格に対応したものを選びましょう。ただし急速充電するにはポータブル電源だけでなく、急速充電規格に対応する端末、USB ケーブルも必要になるので、事前に確認しておきましょう。ポータブル電源の選び方、4つ目のポイントは安全性です。ポータブル電源はモバイルバッテリーと違って PSE マークは必須とされていません。そのため、保護機能や取得している認証を確認するようにしましょう。代表的な保護機能及び認証がこちらです。ポータブル電源は PSE マークが義務化されていないため、 PSE マークを取得していない製品でも問題ありません。稀に PSE 取得済みと謳ったポータブル電源もありますが、
本体ではなく電源コンセントが PSE マーク取得したものだったというオチがあったりしますので、さほど気にする必要はないと思います。ポータブル電源の選び方5つ目のポイントはバッテリー寿命です。ポータブル電源は決して安い買い物ではないため、できるだけ丈夫で長持ちする製品を選びたいですよね。その場合は搭載バッテリーの種類を確認してみてください。ポータブル電源には主にリチウムイオン電池、リチウムポリマー電池、リン酸鉄リチウム電池の3種類が採用されています。この中で特に安全性が高く長寿命であるのがリン酸鉄リチウム電池と言われています。ポータブル電源各メーカーの公式サイトにはバッテリー種類とサイクル数の記載があるので確認してみましょう。ポータブル電源の選び方6つ目のポイントは防災時に役立つ機能です。ポータブル電源には防災時に役立つ機能や仕様が施された製品があります。例えばライト機能が搭載されたポータブル電源なら、防災時はもちろんアウトドアやキャンプでのランタンや懐中電灯代わりに活用することもできます。ソーラーチャージャー対応なら自家発電もできます。同予算同スペックのポータブル電源で悩んだときは、19電のスペック以外のプラスアルファの機能で絞り込むと良いでしょう。特に一般社団法人防災安全協会による防災製品など推奨品の認証を受けた製品ならより安心です。ポータブル電源の選び方7つ目のポイントはアプリ連携によるリモート操作です。最近はアプリ連携によるリモート操作や詳細な設定変更が可能なポータブル電源がスタンダードになりつつあります。そのパイオニア的存在がエコフローのポータブル電源ですが、ライトの明るさや色の変更、出力スイッチのオンオフ、ビープ音のオンオフ、周波数 50Hz、60Hz の切り替え、システム待機時間の設定など操作範囲が多岐にわたり便利です。リモート操作やモニタリング、細かい設定までできるため、使用環境や状況に合わせてカスタマイズして使いましょう。ポータブル電源の選び方8つ目のポイントは主要なメーカーから選ぶです。ポータブル電源には様々なメーカーがありますが、迷ったら主要メーカーから選ぶのも選び方の一つです。代表的なメーカーとそれぞれの特色を簡単にまとめたので確認してみてください。それではポータブル電源のおすすめ商品を5つご紹介させていただきます。特に使い道が広い大容量モデルを中心にピックアップしました。リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載したジャクリプラスシリーズの 1264Wh の大容量モデルが 10+、 制限波の 2000W 出力が可能なのでほとんどの電化製品を安全に使用できます。非常時の備え、停電時に電源としても助けてくれる EPS 機能も搭載しているので、普段使いから防災の備えまで幅広く活躍できるポータブル電源です。エコフローの大人気機種デルタがリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載してリニューアルされました。エコフロー製品の強みは2つの独自技術にあります。1つは短時間で本体フル充電できる X ストリーム技術、もう1つは電圧を下げることで定格出力を超える消費電力の家電製品も使えるようにする X ブースト技術です。デルタ2で X ブースト機能を使うと最大出力 1900W まで対応できるようになります。スペック、重さ、価格のバランスが取れたちょうど良いポータブル電源です。アンカー社初の 1000Wh 超の大容量モデルであり、安全性と長寿命が特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池が採用されたポータブル電源です。同容量の他製品と比べ重さが気になりますが、最大 1500W のパワフルな定格出力に堅牢で錆びにくい金属フレーム構造が特徴的です。フルーティーの大容量ポータブル電源ライン AC シリーズの上位モデル。タッチ操作できるディスプレイと最大 8192Wh まで容量を増やせる拡張性が特徴です。パワーアークプロの魅力は高出力で大容量バッテリーを搭載していながら見た目のデザインにもこだわっていることです。ポータブル電源として利用するだけでなく、キャン
ープを彩るおしゃれアイテムとしても使えることから、非常に汎用性の高い製品です。カラーバリエーションから選ぶならパワーアークがおすすめです。今回はポータブル電源の選び方とおすすめ機種をご紹介しました。家電のサブスクレンタルサービスレンティオでは、今回ご紹介したポータブル電源の中でお試しできる商品もありますので、ぜひチェックしてみてください。またレンティオチャンネルでは今後もおすすめの家電情報や選び方をご紹介していくので、チャンネル登録もよろしくお願いします。